カオです。今回はですねサンバカーニバルの楽しみ方ということで、今回案内してくれるのは浅草商店連合会の広報委員長三遊亭アホマロさんです。どうもこんにちは。こんにちは、お願いします。名前変わったんですね。あ、そうです。まあ、前回までは東京名物大神本舗500年でしたが、今回から大王イカオということでよろしくお願いします。なるほど、はい、お願いします。イカみたいな顔してます、はい、どうも。なぜ浅草でサンバカーニバルが行われるようになったんですかね。そうですね、僕もその行き先はよく知らないんですけれども、最初にお酒を飲みながらみんなでなんか派手なことをやりたいなということで、はい、お笑い芸人の万順三郎さんが、はい、なんかサンバなんかどうだって、あれはすごいよってことで、浅草さんたちがみんなでブラジルに行ってサンバを見て視察してこれだってことになったという話は聞いてますけどね、はい、あ、じゃあ芸人さんの一言で、そうですね、浅草でサンバカーニバルをやるってことになった。第1回目の時はですね、はい、最初は夜だったんです。サンバカーニバルは夜やるもんですからね、なるほど、はい、だから浅草でも夜やったんですけど、はい、まるでなんて言いますかね、デモ行進みたいなもんで、で踊ってる人たちもサンバの何かもわからないから、はい、ほとんどなんか洋楽で踊ってるとか、ひどいのは出演者がいないから、はい、新宿のオカマ連中を呼んできて、オカマ連中が踊ってましたですね。それが第1回は。でもそうなんですよ、はい、今思うとあれがサンバだったのかって、音楽もサンバじゃないよなんか盆踊りの延長みたいなあれでしたですね。そういうことから、今はでも立派なサンバですよね。立派ですね。そこになるまでもう何年ぐらいかかってるんですかね。今年で34年目です。34年間、はい、サンバらしくなったサンバカーニバル、はい、楽しむ方法ってあります？楽しむ方法、楽しみ方、それはやはり音楽を楽しんだり、音楽、それからダンスを楽しんだり、また派手な格好の女の子を楽しむというのが一番の目的でしょうね。それで毎年50万人も集まるんですから。それは見に来る観光客の人になんか どこで見たら見やすいよとかアドバイスみたいな。そうですね、この通り、はい、雷門通り、馬道から雷門通り全体でやりますけれど、ものすごい人ですからね、はい、あ、もうだから朝早く来て、場所を取るか、さもなければ、はい、脚立、写真用の脚立とかですね、ちょっとした台を持ってくると、宇宙の書も一つ頭を上に出ると見られますね。アホマロさん、はい、秘密基地に行くんですか今から。はい、これ何なんですか。ここはですね、庶民文化資料室と言いましてですね、庶民文化資料室、はい、皆さんにタダで公開してる場所なんです。アホマロさんがやられてる、はい、ここ資料室です。そうなんです。で、はい、今はですね、はい、松崎さんという、松崎さん、ね、茂るではないですね。違います。松崎純一さんっていう方のコレクションで、はい、ラジオカセット、はい、懐かしのラジオカセットの、これ初代ラジカセからバブルまで、まあいろんなものを並べてます。こうもうすっげえばあちゃんの家にありましたよ、でしょ、こういうのが。我々の世代はね、もうラジカセじゃなくてステレオとかでラジカセなんてバカにしたんだけど、はい、今考えてみたら、あ、こういうのもあったなって。やはり今ちょうど30代40代ぐらいの方がこう懐かしい感じでしょうね。僕ももろ懐かしいですよ、これ、ね、こっちのテープはこれ何なんですか。これはいろんなテープ、その当時のですね、カセットテープ。あ、それもみんな松崎さんのコレクションなんで。昔ありましたよね、メタルテープとかね。そうね、何がメタルなのかよく分かんなかったですけど、鉄粉を蒸着してるっていうだけで、それでメタルテープだったんですね。そういうことなんですね。で、あとはうん、まだこれ年代順にいろいろ置いてあるんですか。いや、年代順じゃないんですけれども、大体当時の主なものですね。そこにあるのがほら、ウォークマンの初代ウォークマン、はい、あ、ウォークマン、初代ウォークマンがありますよ。初代ウォークマン、はい、今やもう鉛筆よりちっちゃいぐらいのものになってますけども。でも当時はこんな大きくてもね、これでも3万円したんですか、3万5千円かな。3万5千円、うん、ここは浅草に遊びに来た人はこう自由に
そう見学できて無料で楽しめます。中に入って楽しめるって、うん、はい、あのなんでこんなことを始めたんですか。いやこれはあのうちはあの本業が旅行会社ですから、はい、あのパンダバスを走らせてる会社です。浅草のあの、はい、バスをで、はい、ツアーのお客さんがいっぱい来るのと、はい、一応待合室として初めは計画したんですけど、はい、待合室だけじゃつまんないからこういうものがいっぱい、まあ、展示をして見せてあげようということで、大体 2,3 ヶ月に一遍いろんなものを、あ、じゃあ 2,3 ヶ月後にはまた違うコレクションがここに、うん、はい、そうです。あ、ちょっと楽しみですね。楽しみですよ、はい、あ、じゃあ浅草観光来たら30坪の秘密基地で訪ねていただければ無料で見れるみたいな。